オアシス・オブ・ザ・シーズは、アメリカのロイヤル・カリビアン・インターナショナルが運行する、クルーズ客船である。2009年10月に同社に納入され、同年12月1日に、就航。2010年には、初のオアシス級の姉妹船として、アリュール・オブ・ザ・シーズ両船は、フロリダ州フォート・ローダーデールのエバーグレーズ港から、カリブ海の航路で運航されている。2010年3月には、 乗船旅客数6000人を超す記録を樹立した。また、オアシス・オブ・ザ・シーズは、同社所有のフリーダム・オブ・ザ・シーズを抜き、当時世界最大のクルーズ客船となった。しかし、同船より、全長50ミリメートル長いアルーア・オブ・ザ・シーズに、同記録は更新された。ただし、この長さの差は、同一規格で設計された両船の測定時の、鋼材の温度差によるものであると考えられている。 ロイヤルカリビアン、インターナショナル社のフリーダム・オブ・ザ・シーズ級の拡大版とされ、総トン数においてフリーダム級をサイズにおいてキュナードラインのクイーン・メリーにお抜き、世界最大のクルーズ客船となった。総客室数は2706室で、そのうち2210室はオーシャンビューとなっている。ちなみに、 本線の全長361メートル、全幅47メートルは2014年に予定されているパナマ運河拡張工事完了後に通過可能な限界値、全長366メートル、全幅49メートルに非常に近い値ではあるが、通過は可能である。建造は STX ヨーロッパ造船のフィンランドトゥルク工場で行われた。 コンセプトの近所付き合いをもとに造成された、など、ありがとうございます。